所はどの辺？あ、鏡があっち側ね。ないな。ない。そこに何があるんだよ、あ？そんなところに入って楽しいか？そうだな。ないな。ない。正吾の心の中にこっそり誰かが住んでるなんてことないよね。
の子って、そんなのただの思い出話だよね。もしもその子が今もどこかにいるとしても、今の正吾にとっては関係ないよね。ない。そのようだ。いや、覚えはない。知らない。何が さよなら。
出たな、このストーカー。変態行為を固く禁ず。何をとぼけたことをのたまうこのストーカー。それに俺様の名前を間違えやがったな。これだから男どもはいちいち未練たらしくてかなわんな。くどいな。帰んな、ボクちゃん。今からお前に10秒だけ与えてやる。その間にどこでも好きなところへ逃げるがいい。いいな。それでも再び俺の目がお前を捕らえるようなことがあったら、その時は。未成年は大人の言うことにただ黙って従っていれば間違いはないのだよ。十九八。どうしたの、ショウゴくん。なんだかずいぶん浮かない顔をしてるけど、何かあったの？ううん、でも、とても元気がなかったわね。叱られた子供みたいな顔して。正直言うとかなり悲惨よ。ナユとはきちんと話してみたの？だってね、ナユが電話に出ないってことは、今ショウゴくんと話がしたくないっていうことなんじゃないかしら。それはできない相談ね。そうだけど、それとこれとは違う問題じゃないかしら。私は確かにショウゴくんのこと大事に考えているけれど、ナユの方はもっともっと大事なのよ。やはり私としてはナユの気持ちを優先したい。元気出して。元気なショウゴくんに会えるのいつも楽しみにしてるんだから。
あのね、翔吾くん、私ね、私違うの。こんなところで寄り道なんかしてちゃダメよ。まっすぐルートを進んで。じゃあ頑張ってね。